父さんが言ってた。兵隊には二つの家族があるんだと。共に生きる家族と共に死ぬ家族だ。分隊長なんてなるんじゃなかった。軍曹、降下の準備をしろ。選択肢はなかった。ノルマンディ以外の夢を最後に見たのはいつだったか、今では思い出すことさえできない。昔には戻れない。なんでイギリスで質屋に持ってかない。アーレン、マットって書いてあるだろ。だから銀のピストルを欲しがるマットはイギリス中にゴロゴロいるさ。見せてみろ。こいつはズシッと来やがるな。これならスーパーマンだってイチコロだ。スーパーマンは不死身だぜ。それならやれる。忘れられない夢だ。軍曹、レゲット、何があった？真実は彼を引き裂いた。やるのか。だがレゲットはそれを隠し通した。俺やってみろ。最後の瞬間まで喫水の勇者もいた。煙が立ち込めるまで待て。叫び声がしたら撃て。それがドイツ語だったらもう一度撃て。ノルマンディでの勝利の後、いろいろなことがあった。それよりもっと前にもあった。母さんが僕には早いって。父さんごめん。たくさんの戦場を、死にたくないなら撃ちまくるんだ。戦い抜いてきた。また手柄を独り占めか。その通り。みんな無事だったか。レゲットは、ああまあみんな無事さ。奇跡だな。いろいろあった。それは始まりに過ぎなかった。